はい、えー。皆さんおはようございます。テクニカルナリストの森口でございます。今日もテクニカル分析やっていきたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、大注目コインベースの分析ということで、えー、このね、注目のコインベース、仮想通貨取引所。 最大の仮想通貨取引所がナスダックに上場したわけですが、これがどういう会社なのか、いろんな角度から分析をしてみましたよという内容になっております。で、最後は MA プラス MacD で見ていきたいというふうに思っておりますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。はい、ということで、私のチャンネルではこういった形で最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析、ニュースの分析、株の分析、こんなものをですね、毎朝7時半に動画で必ず投稿しております。皆さんの朝の株を考える、チャートを見る、そんな中間になれるように頑張っておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。 では早速、昨日の振り返りからやっていきましょう。まずは日経平均株価。プラスの21.7円、0.07%のプラス。相変わらず小幅な動きに終始しているといった感じでしょうか。えー、企業ドランキング見ていただくと、ソフトバンクグループ入ってますね。セブンアイ強いですね。東京エレクトロンアドバンテスト下がってますね。昨日は TSMC の決算もありましたからね。まあ、なんとか無事に超えたかなと。3ヶ月前、TSMC ショックみたいなのありましたけどね。まあ、そういったのはなかったかなというふうに思いますが、ちょっと半導体重たかったなと。 いった印象ですコロナの新規感染者数確認しておきましょう、東京都729、多いな、大阪1208、兵庫493、全国4571、非常に多いですね、もういろんなところでまん延防止策が出てくるということになっております。 トピックスいきましょう。プラスの6.95,0.36%のプラス。えー、こちらもですね、やっぱりワネが重い25日線に頭を抑えられている、そんな印象なのかなというふうに思います。マ、えーサスいきましょう。7.01,0.57%のマイナスということになりました。まあ、こちらでも要線でほぼ高値引きでというところなので、まあ、横売券が続いているといった感じでしょうか。えー、記憶のランキングを見ていただくと、マネフォワードが引き続き引っ張ってますね。ベースなんかも頑張っております。まあ、一方でメルカリ、あとはロコンド、これがストップ安してるんですね。 ちょっとマインド的にね、そんなにストップ安まで行くか、みたいな感じだったんですけども、信用改ざんが多すぎたっていうのはあるかもしれません。ニューヨークでは行きましょう。304.960.9%のプラスとなりました。結構しっかりとしたプラスですよね。要線が立って5日線もえ、あの、日線もね、ずっと維持されている状態で強い上昇が続いていると。日本と全然違いますね。ヒートマップ見ていただくと結構全面的に上がっているなと、そういう印象ですね。セールフスホースなんかも上がってますし、ユナイテッドヘルスなんかもしっかりと上がっていると。 いう感じです。S&P はましょう。45.761.11%のプラスということでね、ニューヨークダウよりもさらに S&P の方が上昇幅が強く、さらにナスダックの方はプラスの1.38%ということで非常に強いということになっております。主要銘柄見ていただいても、ハイテクグロス関連は結構強いですね。金融関連若 若干ね、え、上げ下げありますけれども、まあ全体的に結構強いという感じです。え、為替コモディティ見ていきましょう。日経先物82円のプラスなので、まあ今日若干のプラスで終わりそうか、始まりそうかもしれませんが、ドル円がね、若干下落傾向にあるといった感じになっております。原油や金は上がってきてますね。ですが、ビックスはかなり落ち着いています。で、金利もかなり落ち着いていますね。えー、なので、まあ今日はグロス関連結構強いかもしれないなというふうには日本株も見ております。で、あとは小型株も上がっていて、 で、半導体、即死数も上がっていますので、半導体関連なんかもきっと強いのかなというふうには見ております。では見ていきましょう。注目のコインベース、ナスタックに上場してみたというところ、してみたて変だな。したというところで、いろいろな角度から分析をしてみた。こっちがしてみたの方ですね。はい、になっています。で、まずね、コインベースが上場、時価総額が一時8兆円を超えるといった感じになっております。非常にね、えー、いきなり大きいなというふうに思うんですけども、この記事の都合付きをちょっと読んでみたいなというふうに思います。 ね、初値はですね、381ドルで、時価総額は759億ドル、約8兆3500億円に達したと、取引所が事前に示す参考価格250ドルを52%を上回った。まあ、この上昇幅はね、まあ普通の IPO に比べたらそこまで大きくないかもしれませんが、ただ規模がでかいですね、になっています。まあどれぐらいでかいかっていうと、日本取引所グループの約5倍ですね、えー、もうとんでもない、えー、そういうきあの大きさのものが上場してきたということになっております。まあ、ちなみに、えー、アメリカ トップはアップルの240兆円ぐらいですかね、今の221、2兆にごめんなさい、2兆を2165億ドルですから、約240兆円ぐらいなのかなというふうに思います。 で、えー、もし日本に上場していたらっていうことを考えるとですね、最初からトップ10に入ってますね。この三菱 UFJ フィナンシャルグループよりも大きい、えー、そういう取引所がいきなりポーンとね、えー、上場してきたという感じになってきております。やっぱでかいねというところを押さえておいてください。で、加えてですね、この成長率が記事読んでたら、うんう、ん、う、ん、すごいなこれというふうに思ってきました。 7億億3000万から8億ドルを見込むということですすねになっていまこれすごいですよねで。仮想通貨業界においてコインベース上場の意味は大きいと。でなぜかというと、SEC、要はこの証券取引委員会の上場審査を通過したことで、ある程度信用できるインフラとして一定の評価を得たと言えると。やっぱりまあ今までなんだかんだビットコインもそこまで信用がされていたかっていうとね、何でもこう、 なんか怪しいところはもちろんあったと思うんですけども、SEC が、え、この、 仮想通貨取引所を上場させたっていうことは、やっぱこれの全体のね、信頼できる、その信頼感みたいなものは上がっていくんじゃないか。で、そしてそのインフラになっているコインベースっていうのは、やっぱりね、すごくまあいいんじゃないかっていう、そういう意味があったわけですね。であとこの成長率半端ないっていうのもね、このグラフ見ていただいてもまあある程度すごいなってことがわかるとは思うんですが、まあその前にですね、もうちょっとこの辺の文章の意味をちゃんと考えていただきたいんですけども、で、プラスでちょっとバリエーションもね、考えてみたんですけども、これはですね、先ほどの文章の意味だと、2 0 2 0年12月期っていうの 1>, 1年間分のまあ、売上利益を表してるじゃないですかで12億ドルで純利益3億ドルということになってますで仮にこれでバリエーションを計算するんであればえ時価総額759億ドルこれ日経新聞に載っていたものですけどもえ仮に12億ドルで PSR を計算すれば63倍うわめっちゃ高いということになりますしじゅえ純利益が、えー、3億ドルですからまあ 株価はある一株益時価総額はある純利益、求める PAR は253倍。うわ、ちょっとバリエーション高すぎるわっていう感じなんですけども、二2021年1、3月期、これ3ヶ月分じゃないですか。3ヶ月分で売上が約、これ17億ドルぐらいかなと、こ、この辺ですからね。17億ドルぐらいで、で七7.5億ドルっていうのが、だいたいまあこれ7.3から8億ドルっていうことで、ちょっと低めに見積もっても7.5億ドルぐらい。3ヶ月分でこれですよ。1年間分でこれだったのに、3ヶ月分でこれ。 これにななっらどんんだだけ成長してんだってるいう話になるので、でまあ、仮に、これがね、四半期のうちの1個なので、まあ、4倍するんであれば、68億ドルと30億ドルぐらい。ま、コンセス44億ドルぐらいになってるらしいんですけども、まあ、仮にざっくりこんな感じになるとすると、PSR11.1 倍と PR25.3 倍なので、まあ、めちゃくちゃ高いっていうわけでもないのかもしれないな、今後の成長次第だなっていうね、そんな感じなのかなというふうに思っております。で、収益力も結構高いなというふうに思っていて、え、これが12億ドルと純利益3億ドルってことは、 純利益率っていうのは25%ですね。で、これで。 営業利益率に戻すとですね、多分どれぐらいになるんだろうな。四4、パ0ぐらいになるんじゃないですかになっています。で、これが21年1、三月3ヶ月分ですけども、まあ、売上約17億ドルに対して、純、えー、利益が7.5億ドルとなると、純利益率は44%。44%ってことは、営業利益率直すと、本当それこそ60%とか、えー、それぐらいになるんじゃないかなというふうに思います。本当にね、えー、この仮想通貨の取引っていうのは結構儲かるんだなってことがわかるかと思います。ちなみに日本での、まあ取引所の中で、 そういう情報が開示されているといえば、コインチェックですね。マネックスグループ参加に入ってますから、マネックスの決算資料を見るとですね、コインチェックの営業利益率っていうのが載ってたので、まあ、参考値として押さえておいてください。直近のコインチェックの営業利益率は約66%ですから、うん、なるほど。まあ、こういったこれぐらいのね、利益率でも、まあ、頷けるんじゃないかなっていう,ふうのはわかるかと思います。ただしですね、こんなにね、いいことばかりかっていうと、まあ、そうでもないのかなというところで、まあ、やっぱりちょっと荒れる可能性もあると思います。直近の企業価値っていうのは、コインベースが世界最大のコ 本業の地位を確立すするとの仮説に基づいた評価なわけですね、まあ、確かにすごいんだけども、この取引業者っていうのは本当にたくさん多いですよね。バイナンスとか、ジェミニとか、米国外に競合が多いわけですし、あとはクラーケンとか、こういったライバルも株式公開の機会を伺っている。そうすると競争が激化する可能性があるということですね。なので、収益性高いですけども、あの成長率がずっと続くわけではもちろんないわけですから、あのバリエーションっていうのは本当にいいのかっていうのはね、考えていかなければいけないかなと思います。 思いますで、収益構造の多様化も課題だっていうふうに書いてありますけども、目論見書を見る限りですね、収益の9割は売買に応じて徴収する手数料であるということですね。えなので、非常にこのビットコインとかが仮想通貨の相場動向に左右されやすいと。え取引手数料はビットコインやイーサリアムが過半を占めるわけですから、えこれはですね、なかなか、うん。 このビットコインの相場と合わせて見ておかなければいけないかなといった感じです。で、マネックス証券もですね、やっぱり今もうね、このビットコイン、これは軸が左側と右側で若干倍率が違うんですけども、ただ方向性としてはやっぱりすごく似てますね。上がったタイミングで上がり、下がったタイミングで下がるっていうのは非常によく似ていて、で、ビットコインのこのトレンドとマネックス証券の株価っていうのがまあ相関しているようにですね、おそらくこの後コインベースの株価とビットコインのこの価格の乱高下っていうのは非常にこう相関性が高くなってくるんではないかなというふうに思います。で 加えて、まあ、新たな動きで見ればですね、アークインベストメントファン、マネジメントファンド。 ですね。え、最近話題の結構こうハイテクグロース関連なんかをブワーっと買い込んでっていうね、そういうまあファンドがあるんですが、え、このファンド、キャシーウッドさんっていうね、非常にこう先進的な考えを持ったファンドマネージャーの方がいらっしゃるんですが、え、その方がですね、このコインベースをですね、上場初日に2億4600万ドル相当を購入していたと。で、その代わりなのかわかんないですけども、テスラ株を一部売却していたということですね。テスラ株に関しましては1億7800万ドル相当を売却したということですね。でテスラ強 派のウッド氏は約1ヶ月前テスラ株が2025年までに3000ドルに到達する可能性があるというふうに述べていたんですが、えー、これは何ですかね、こう見限ったわけではもちろんないとは思うんです。全株ではないとは思うので、別にテスラが上がらない。 ね、で、下がるっていうわけではないとは思うんですが、まあ、コインベースの方にこれを移していったということになっております。まあ、これがどういう意味を持つのかは、ちょっと今後ね、しっかりと観察していきたいところかなというふうに思います。で、テスラの立場もね、一応確認しておきましょう。テスラ自身もね、ビットコイン決済があるということで、まあ、いろいろこう、まあ、相関性を持つかもしれないなっていうふうに言われていましたがえ、テスラはぐーっと下がってきて、で、ここはぐーっと上がってきた50%戻しをもう達成してですね、全然戻し行くかというようなね、まあ、そんな感じだったわけですけども、 昨日のニュースなんかも含めて若干下がったりもしましたが、まあ、5日線は終わらずにそしてこの50%戻しの水準も終わらずにで一応下ヒゲをつけて昨日は反発しているということなので、まあ、この辺また難しいですねいろいろ見ていくものが増えたなという感じはするんですけどもこのビットコインの相場動向とともにですねテスラの相場動向なんかも見ておくといいかなと思いますでは2日の動画のまとめになっておりますコインベースが上場し時価総額8兆円超えとナスタックにそれなりの影響力を持ちそうですよというところはぜひ押さえておいてください 業績の成長率や収益率も結構すごいですね。半端ないですね。えー、なんで、えー、これからね、PR、バリエーション、高いねとか言われてくると思うんですが、まあ、前期で見るとですね、まあ、鬼高いわけですけども、成長次第ではそこまで高くはないかなといった感じですね。まあ、本当にこの成長が続くんであればってことですが、PSR10 倍前後、PR25 倍前後ということではあるんですが、まあ、これが本当に達成できるかどうかわかんないですからね、通期の見通しなんかもしっかりと確認していきたいなというふうには思っております。 はい、で、アークがテスラを売ってコインベースを買ってるわけですね。まあ、それぐらいまあコインベースにも期待が集まってるっていう証拠でもありますし、あとは SEC が上場を申請、えー、認めたというところもね、コインベースへの信頼度がうかがえるんではないかなというふうには思います。 で実際、売られたテスラの動向の方がですね、ナダックには影響力を持つわけですから、売られたテスラ動向にもやっぱり注目かなと思います。ね他の売りが、ね、続いていって、テスラが崩れるってことになると、ナダックにはそれなりに影響力をね、ありますよというところになっております。はい、では、今後の指数の売買戦略、今日は冷やしの移動平均線プラスマ a ク d で見ていきたいというふうに思っております。まずは 日経平均株価ですけれども日本株は非常にこの25日戦に近いんですよね。なので価格を確認していただければと思うんですが、29,540歳。今が29,642円ですから、まあ、25日戦維持できるか注目をしてみてください。で、上がるか上がらないかはバックリーの向きがかなり採用するかなと思うんですが、今のところずっと横ばい券が続いていますね。これが上向きになればですね、3万円のチャレンジが始まるのかなというふうには見ております。トピックスいきましょう。トピックスに関しましては25日戦、1969ポイント。今、1959ポイントですから、下にいるといった感じ なのでちゃんと超えてててくくるかかどうか注目をしてみてくださいただ、マック D のこの下向き加減が、徐々に徐々にこう、和らぎつつあるというか、変わりつつあるのかなというふうには見ております。マザーズ行きましょう。マザーズは25日線1,214ポイント。今は1,228ポイントということで、上にいます。ちゃんと維持できるか、注目をしつつですね。マック D の上向きも維持できるか。ここもう少ししっかりと上向きになるかどうか、今日注目をしていただきたいなと思います。ニューヨークダウ行きましょう。ニューヨークダウは25日、同平金線33,123。今は34,036と。いうことで ということで、まあ少し帰りがしてきたかなという感じですね。で、マクリは上向きなんですけども、ほぼ横ばい圏なので、上向きを維持できるか、上向きになってくるか、注目をしていただければと思います。で、サンド P、サンド P に関しましては、25日線4007ポイント、今は4170ポイントということで、そこまで大きな帰りではないですけども、少しずつ帰りが広がっているかなと思います。で、今、上向き、マクリは上向きで強い状態ですので、まだ上昇は続いていきそうな、そんなチャートに見えます。なさくいきましょう。25日戦上限戦13,463、現在が1 4 3 0 0 38ということで若干の返り率がね少し目立つようにはなってきたかなというふうには思います。 で、マックディに関しましては上向き、しっかりとした上向きで強いという状態が続いておりますといった内容です。はい。では今日の動画のまとめになっております。まずは日経トピックス小幅上昇。まずは小幅下落ということになっております。アメリカ株は上昇しております。で、コインベースがね、ナスダックに上場してきたということで、時価総額8兆円超え、成長率半端ないというところで、今後やはりまあ大注目だなというふうには思います。で、アークインベストメントマネジメントが初日にですね、このコインベースを購入しているということですね。で、価格はビットコイン で、25日戦の位置関係に注目ということで、特にですね、やはりまあ日経平均株価が今25日戦支えられるような形ですけども、これを割り込むのか超えるのか、で、まあ、アメリカ株は先行してるわけですから、3万円超えるか超えないか、ここが一番の注目ポイントかなというふうには思っております。で、アメリカ株は一部過熱感に注意水準というところで、まあ、ナスタクなんかも徐々に徐々にね、買える 出てきましたからこの辺は注目をしておいていただければと思います では今日もお知らせを入れさせてください。個別銘柄をとことん分析するマガジン配信中でございます。今日中にですね、このスノーピーク上げていきたいというふうに思っております。で、分析してみるとね、スノーピークって本当にすごい会社だなというふうに思いました。まあ理念とかも美しいですし、えー、特に高額商品をね、扱ってるんですよね。ライバルよりも圧倒的に高いんですよ。まあそれでも業績がね、あれだけ強いっていうことはやっぱりそれだけ商品力や、あとはまあそこの体験価値、ストーリーなんかにもね、かなり価値があるんだろうなというふうに感じている次第です。えー、今日の夕方には上げら ると思いますので、よかったら覗いてみてください。で、セミナーに登壇する予定、えー、これが5月の15日ですね。に登壇する予定がありますので、こちらも概要欄、よかったらチェックしてみてください。で、先ほど、まあ、先日も。 お伝えしましたけども、ボイシーを毎朝6時に配信中になっております。この YouTube がね、毎朝7時半、で、ボイシーが毎朝6時ということで、どんだけ僕は朝方なんだっていう話になってくるんですけども、こちらも概要欄にリンクがありますので、よかったら覗いてみていただければなというふうに思います。はい、ということで、今日はこんな感じで終わっていきたいなというふうに思っております。コインベース注目ですね。ぜひ皆さんも見る習慣つけてみてください。私の方でも定期的にね、コインベースについては取り扱っていきたいなというふうに思っております。今日の中でも少しでも参考になれば、グッドボタンの方、また明日以降も最新の情報をっ 取り上げた上でのテクニカル分析ニュースの分析株価の分析やっていきたいと思いますのでぜひチャンネル登録お待ちしておりますではまた明日テクニカル分析でお会いしましょうさようなら